全紙グローバルニュースの時間がやってまいりました。この番組は伊勢新聞社協力のもと、まさに伝七の言葉通り7つの海を越えて三重県内外の情報を世界に伝える地域情報番組です。ここでは私が独自の視点でピックアップした今あなたに届けたいニュースをお届けします。本日は12月16日月曜日から12月22日日曜日までの伊勢新聞の中からピックアップ。聖火リレー県内ルート発表、麻生さん勝ち飯 PR、 不妊治療と仕事、県など支援協定、スペイン駐日大使知事と面会、食産業の将来像を探る、以上5つのニュースをお届けします。それでは最初に12月18日水曜日1面、聖火リレー県内ルート発表の記事からです。三重県は17日、来年の東京五輪で全国を巡る聖火リレーについて県内ルートの詳細を発表しました。来年4月8日から9日の2日間でランナー184人が県内約 42.1 キロを走ります。鈴鹿サーキットのレーシングコースや定期線航路などユニークなルートが明らかになりました。県は6月に聖火リレーの県内ルートを公表した際、ランナーが走る具体的な道路は明らかにしませんでした。県の実行委員会は大通りや通過市町の名所を経由させて5月下旬に県内ルートの詳細を決定、大会組織委員会による現地確認などを経て公表しました。初日の8日は四日市、鈴鹿、亀山、津、鳥羽、伊勢の6市をランナー99人が走ります。総距離は 26.9 キロ。2日目の9日は伊賀、名張、松阪、大紀、紀北、熊野の6市町を85人でつなぎます。総距離は 15.2 キロです。実行委員会は県内ルートを走るランナーのうち29人を公募、15人を推薦で決めます。7月から8月に募集した候補枠のランナーは今月26日午後に公表する予定、推薦枠については来年1月以降に発表します。大注目、聖火ランナーの県内ルートが発表されました。なんと四日市が県内スタート地点ということで非常に嬉しい思いですね。四日市郊外と環境未来館で出発式が取り行われて、四日市市役所までこう走るんですね。その後も関宿ですとか沙織根、伊勢神宮、赤飯十八滝など三重県のこう名所を走り抜く、またこの特殊なルートを走るというのがどういう風になるのかなとか非常に楽しみ。今後はこのルートを中心におそらくですよ、オリンピックを盛り上げるイベントの開催など、この機運が高まっていくのではないでしょうか。全市指定がある四日市が出発地点になることに非常に価値を感じながら、私たち全市ステーションとしてもオリンピックの盛り上がりに貢献できればと考えております。それでは続きまして、12月16日月曜日15面、麻生さん勝ち飯 PR の記事です。三重県は15日、県産食材を使ってアスリート向けに開発された三重勝ち飯をアピールするイベントを四日市市泊小柳町のマックスバリュー四日市泊店で開きました。鈴鹿市出身の元ビーチバレー選手で三重の国観光大使の浅尾美和さんが三重勝ち飯を試食し、現役時代を振り返るトークショーにも臨みました。県は東京オリンピック・パラリンピックや三重常若国際常若大会に向けて各地で三重勝ち飯をアピールしています。麻生さんは伊勢うまし豚と県産白菜を使った中華風白菜と豚肉の重ね鍋や伊勢真鯛を使ったタイのだし炊きご飯などを試食、旬の白菜がだしを吸っていて美味しい、豚肉も甘いと感想を語りました。また浅尾さんはアスリートの力の源と題したトークショーで選手時代をファンの皆さんに声援をいただき笑顔でプレーできるようになった、声援のありがたみを痛感したと振り返りました。現役時代の食生活について、良質なタンパク質を摂るため豚肉や魚はよく食べていた、栄養バランスも考え野菜もよく食べていたと語り、会場に三重勝ち飯を食べて頑張ろうと呼びかけました。
三重県は2020年東京オリンピックはもちろん翌年に開催される三重徳若国際徳若大会に向けて積極的に PR しています。これまでも第87回電子地グローバルニュースではこの商機を睨んで県の農林水産部にてプロモーションに特化した班を立ち上げて大都市圏のホテルですとかレストランに売り込みをかけているといったニュースをお伝えしたところです。さて皆さんはこれを食べると力が出るというような勝ち飯ございますでしょうか。私はですねよく食事に験を担ぎます。ここぞとここは外せないぞという食事の時にです、ね、時には、カツ丼を食べるんですね。やはり勝負に勝つこのね験担ぎちょっとしたこういうことなんですけどすごく大事だなと私も感じております。三重勝ち飯は、三重県産の食材を使用していることに加えて手軽さが非常にポイントになっているのではないでしょうか。手に入りやすさそして家庭でできるような料理隠し味はここ一番で勝ちたい応援したいという思いなんでしょうか。生産者の方料理を作る方多くの方の応援をしたいというこの思いが乗っかってくることで生まれるこの三重勝ち飯。選手はもちろん受験生を持つ親御さんにとっては今時期非常に力強い味方になるのではないでしょうか。それでは続きまして12月17日火曜日1面不妊治療と仕事県など支援協定の記事です。三重県など6団体が16日不妊治療と仕事の両立を支援する協定を締結しました。不妊治療と仕事の両立を支援する協定を結ぶのは都道府県で初めて。鈴木英敬知事ら各団体の代表が県庁で協定書に署名しました。県が今年の夏不妊治療を受けている県民を対象に実施したアンケート調査の結果によると少なくとも 14% が仕事を辞めたり変わったりしたほか 66% が仕事と治療の両立が難しいと回答したといいます。協定は不妊治療と仕事を両立するための機運醸成や不妊治療を受けやすい環境づくりで連携を図ると明記。不妊治療に関する正しい知識の普及や職場での理解促進、相談体制の整備などで協力すると定めます。鈴木知事は不妊治療を受けるため会社に降格願いを出したなどと切実な声が寄せられていると紹介。希望を叶えるには職場の理解が必須。みんなで県全体の空気を変えようと呼びかけました。夫婦が避妊をせずに1年経っても子供ができないという状態を不妊症と定めているんだそうです。不妊症は痛みや不快感もなくて検査でこう分かりづらいそういったことがあるため原因の特定が難しいんですね。そのため専門機関での診断治療に至るまでにも多くの時間がかかるという課題があるそうです。バンコン化という背景もあって10組に1組のカップルがこの不妊で悩んでいると聞きました。こうした昨今から見て今回の治療と仕事の両立支援は非常に助けになるんではないでしょうか。実際こう職場にですね話をしづらいという方も多くおられるかもしれません。こういった機運醸成がこう図られるためにこう職場でもこういった理解が広まるためにこの協定があるのではないかというふうな一面も感じています。ぜひ多くの職場でこの考えが浸透していけばと感じています。続きまして12月17日火曜日に、ね、スペイン駐日大使知事と面会の記事です。スペインのホルヘ・トレド・アルビニアーナ駐日大使が16日三重県庁で鈴木英敬知事と面会しスペインと三重の交流は重要今後も交流を深めたいと語りました。県南部を視察しスペインにゆかりのある観光施設や熊野古道を訪れます。滞在は17日まで。鈴木知事が11月にスペインを訪問するなど地域同士の関係が深まる中三重県を理解してもらおうと県が招待。アルビニアーナ大使はマルタ・ビスカシジャス大使夫人と共に県内を訪れました。県庁で鈴木知事は三重県にお越しいただき感謝すると大使夫妻を歓迎し11月のスペイン訪問での体験や成果を説明2日間満喫してもらい三重を大好きになってほしいと述べました。アルビニアーナ大使はずっと三重に来たかったと応じた上で先日熊野古道を和歌山県田辺市から巡礼した。今回の視察でも熊野古道を訪れるのでいろいろな方向から巡礼したいと語りました。
その日、大使夫妻は鳥羽市の三木本真珠島や志摩市の志摩スペイン村などを視察した後、同市の志摩地中海村で開かれた夕食会に出席。17日は熊野古道の孫瀬峠や伊勢神宮の内宮を訪れます。英傑知事は11月にスペインを訪問されていますね。その際には世界遺産サンティアゴでコンポステラの巡礼路があるバスク自治州と覚書を締結して熊野古道の観光促進や保存に向けた連携の取り組みが進んでいるとお伝えしたところです。今回はスペイン人大使夫妻が来店されました熊野古道はもちろん伊勢神宮などの観光地を巡っていただいたその人です。先日電子地点には、まあ、今回のスペイン大使某国大使の方が来られまして、お食事とお酒を楽しまれていました。やはり私が既にこのニュース、電子地ステーションでお伝えしているのは、電子地点を多くの方をお招きする迎賓館にしたい、この話でございますよ。この思いが届いたのか、非常にこう喜んでくださった様子で、某国大使にとって、この電子地点をはじめ、三重県は自分たちの国民を楽しませてくれるポテンシャルがあると感じていただいたのではないでしょうか。こうした小さなおもてなしの一つ一つがですね、やがて大きな動き、大きなうねりになっていくものと確信しています。この度のスペインとの親交交流もやがて大きな動きになっていく、そのように確信しています。それでは最後に12月17日火曜日15名、食産業の将来像を探るの記事です。三重県などは16日津市羽所町のアストツで食に関連する産業の人材育成をテーマにシンポジウムを開きました。学生を交えた公開討論会や基調講演を通じ県内の食関連産業における課題や将来像を探りました。産学官で食に関連する産業の人材育成を目指す三重食の人材育成プラットフォームを来年3月に設立するのを前に会員を募ろうと開催。食品メーカーや飲食業の関係者ら約150人が参加しました。冒頭で鈴木英傑知事は県にとって食に関連する産業は極めて重要で多くの人が働いています。県内から食材がたくさん排出され県内で働いてくれるような食の産業になるようにしたいと挨拶を述べました。公開討論会後には県職員が食関連産業の現状やプラットフォームの設立趣旨を説明、基調講演もあり志摩観光ホテルの樋口博恵総料理長が三重の食に対する思いと三重の食の未来をテーマに講演しました。三重の食の人材育成プラットフォームについては先日のニュースでも取り上げました。他業種に比べて低い生産性や職場定着率の向上を目的として県内の飲食店や調理専門学校らの産学官による組織、こちらでございます。今回は2020年3月を設立を前にしたプレイベントです。今後の三重県の方針は観光、やはりこれに集中してくるのではないでしょうか。その上で大事になってくるのが、必要になってくるのが、十分におもてなしができるこの飲食店、宿泊先の魅力、そして客室全体の数、まあ、つまり総容量と言いますでしょうか、この課題です。冒頭でもお伝えしたように、来年、再来年と、三重県はスポーツという観点から多くの方をお迎えすることになります。このイベントに合わせた課題を解決していく、こうした取り組みは急務ですね。そして基調講演を務められたのが志摩観光ホテルの樋口博恵総料理長です。伊勢志摩サミットにて各国首脳に食事を振る舞われた彼女がどのような話をしたのでしょうか。これまでの話、そして未来の話、経済食材を使って、そして、三重県にはさまざまないいものがあります。妖怪地爆焼きを含めたこう器を使って総合的にこの料理をお届けするといった機運情勢、こちらもね、大事かなというふうに私は思っております。どういった話がされたのか気になりますね。記事ではあまり触れられていませんでしたので、まだお会いした際にですね、こういったお話お聞きできたらと思っております。それではお別れの時間です。7つの海を越えて情報を世界に伝える地域情報番組、電子地グローバルです。三重県内外の情報をこれからも皆様に届けていきますので、次回もどうぞご覧ください。